さあ動き出そう。何にも流されず、思いのまま。H&M。リーズナブルなあの価格で、すごいいろんなスタイルが個性も見せれるし、なんかこう友達の子供のお洋服買ったりとか普段よくしてるんですけど、本当に家族ファミリーがそこで、まあ、小物も含めてこう自分らしいスタイルっていうのがその値段であの揃う作れるっていうのはすごいありがたいなっていうふうに思いますし、今日もあの何ルック5ルックぐらい着させてもらいましたけど、本当に全然違う見え方ができるあのお洋服ばっかりだったので、なんかこういろんな、ね、印象とか見せ方ができるなと思ってありがたいです。本当にジャケットスタイル、シャツにジャケットを羽織ってっていう、なんかこうシンプルだけどすごくこうちょっとハンサムな部分もあり、自分らしい、うん、今の気分でもあるなっていうので、すごくしっくりきました。やっぱり仕事しててもそのなんだろう、周りにいるスタッフの皆さんとご飯食べてたりとか、なんか仕事中でもやっぱり人と話してたりとか、何か美味しいもの食べてたり、なんか仕事しながらもそういう人とのコミュニケーションとか、うん、会話というかその一緒の時間を共有するっていうところで自分らしさを出せてると思うし、まあ、お休みの日もやっぱりその好きな人、お世話になってる方とご飯に行ったりとか、まあ、買い物もそうですし、割といつもこうフラットっていうか、あの、なんだろうな、自然体、自分、うん、自然体なのかなっていうふうに思います。まあ、お仕事は新しい出会いの中で仕事をさせてもらってるんで、そういう意味ではあの何か節目で仕事が終わってまた新しく作品に入る時とかは常に新たな気持ちでチャレンジ精神を持ってやってますけど、プライベートでは旅、遠くにお出かけしてそこでこう息抜き、ね、なかなか今まだできないですけど、できたらいいなぁなんて、早く海外行きたいなぁとか、会いたい人がいっぱいいるなぁとか思いながら楽しみに待ってます。自分の定番だなって思うのはやっぱ白 T とかにデニムにスニーカーとか、すごい等身大でいられる気がする、地に足がついてる感じがするんで、カジュアルとかシンプルとかはすごいベースで好きで、でもなんかその場所とかシチュエーションとかその会う人によってちょっとこう綺麗めな格好もするし、なんかそう考えると結構いろいろあの好奇心はあるなって思うけど、基本的にはこびない感じのファッションが好きかなと思います。なんか本当に根本的な話なんですけど、お洋服とかちょっと考えて吟味して買うようになったりとか、まあ、その何か買うときにこう一度考えて自分に必要なものかっていうのを考えるようにはなってきたなって思いますし、日頃その生活しててスーパー行くにしてもなんかいろんなチョイスがあると思うんですけど、その背景にそのなんかこうエコな、地球に優しい、人に優しいっていう、もし選択肢があったらそっちをなんとなくこうセレクトしてる
ようにはしてますかね。なんかルックによって全然こう、全然なんだろう、見え方が違うのもすごい良かったなっていうか、なかなか自分でも普段しないような格好とかも着せていただいたので、また新たなこう私のなんか見てっていう感じが、はい、楽しみです。